午前11時の OBS 本社前です。雪の混じった風が強弱を繰り返しながら吹いています。時折強まると凍えるような冷たさです。今日の県内はこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。今夜初め頃にかけて雪を伴った風が非常に強く吹き、明日未明にかけて平地山地ともに大雪となる恐れがあります。明日午前6時までに降る雪の量は多いところで山地が30センチ、平地が15センチと予想されています。午前11時現在、大分市や別府市など中部、北部、南部の12市町村に暴風雪警報が発表されています。大分地方気象台は雪を伴った暴風や高波、降雪や路面の凍結による交通障害に警戒するとともに、水道管の凍結などに注意するよう呼びかけています。交通機関にもすでに影響が出ています。四国方面を結ぶフェリーは宇和島運輸フェリーや国道九州フェリーなどほとんどの便で運休しています。空の便は日本航空が今日夕方以降に大分空港に発着する3便の欠航を決めています。 JR は今のところ通常通りの運行、高速道路も通行止めとなっている区間はありません。また県教育委員会によりますと、県内の小・中・高特別支援学校のうち日田林校や久住山など8校が臨時休校、79校が就業時間を繰り上げる措置を取っています。